自由民主党の派閥、ガネーシャの会、ガネーシャの会は、第26代自由民主党総裁、第99代内閣総理大臣を歴任した、菅義偉に近い自由民主党議員が集まって、結成した自由民主党の党内グループである、菅グループの中核をなす。本校では、同じく、菅グループとして扱われる伊田天の会、菅義偉を支える、参議院議員の会、 令和の会についても述べる。ひさらぎ会を官グループと呼称する場合もある。官グループは構成員が異なる複数の集団があり、官を中心に緩やかな連合体を形成し、最も表立って活動しているのが若手衆院議員十数人が所属するガネーシャの会である。官に近い議員が集まった伊田天の会という集まりもあり、そのうち無派閥で、 衆院当選4回以下に絞ったのがガネーシャの会である。名称のイガテンは古代インドの神スカンダの伊をカンの名前義秀の意に置き換えたものでガネーシャはイガテンの兄弟神であるガネーシャに由来する。名付け親は山本智弘。2021年9月にカンは同年秋に行われる予定の2021年自由民主党。 総裁選挙への出馬を断念することを明らかにした。その後、9月6日に、会は会合を開き、次期総裁選は自主投票で臨む方針を確認した。なお、会は総裁選後も存続させるという、菅原和姫主催のグループとして発足。現状、活動の様子は見られない。ありがとうございます。